こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、過去問集や問題集の使い方についてお伝えいたします。多くの方がこの使い方間違っちゃってます。どう間違ってるかっていうと、たくさん解いて、たくさんの年度数ですね、10年分15年分勉強して、それを何度も何度も繰り返す、復習回数を重ねていく、そうすれば実力が上がるんじゃないのかって思って勉強するんですけども、実際それをやっても実力が上がらない場合が非常に多いです。多くの方が過去問とかをね、何度も何度もやります。もちろん過去問やること自体は、間違っていません。過去問はやんなきゃいけない。ただやり方を間違えていることが原因で、どれだけやっても点数が上がってこないってことになるんですね。もちろんね、過去問の点数上がってくるんですよ。答えを覚えちゃうんで。40点、45点、もう10年分、15年分とかね、取れるようになってくるけれども、実際法試験だと点数取れないっていうような現象が起きてくるんですね。その原因っていうのは問題集の使い方が間違ってるからなんです。そもそも問題集には何が書いてあるかっていうと、まあ問題書いてありますよね。解説があります。その解説に書いてあることっていうのは法律なんですよ。この問題に対して、第何条ではこういうふうに書いてありますよ、だから丸ですよとか、判例ではこう言ってますよ、だから×ですよ、みたいなことが書いてあるわけですよ。で、多くの方がそれを丸暗記するわけです。ちゃんと理解していないにもかかわらず、それを続けているから点数上がってこないんですね。じゃあ何をしなきゃいけないのかっていうと、調べるってことをやっていかないといけないわけです。これテキストで調べるだけでは正直不十分です。テキストに書いてある内容も基本的にはここなんですよ。これをまとめてあるっていうだけなんで、結局多くの方は理解できていないんですよね。なんでちゃんとネットで調べていくってことをやっていきましょう。何を調べるのか。調べられるものは、ここ一番最初はもう関連ポイントですね。関連ポイント、これはですね、ネットだけじゃなくてテキストでも調べることは可能です。例えば区分所有法の、そうですね、管理者に関する問題が出たというのであれば、管理者についてのポイントをね、テキストから拾ってくるでもいいですよね。これは意外とできるんですよ。まあ、ネットで調べてももちろんできます。難しいのはここなんですよ。考え方、問題文の理解の仕方、この考え方についてはね、ネットで載っているところもあります。だからネットでできるだけ調べましょう。例えば、国土利用計画法の事後届けでの部分なんですけども、農地法3条を受ける場合は、事後届けで不要なんですね。農地法5条の場合はこれ必要になってくる場合があるんですよ。でもなんでそんな違いがあるのか、多くのおそらくテキストにはね、あんま書いてないんですよ、詳しく。理由がこれはね、おそらくネットで調べたら出てくると思います。そういった部分を自分で調べていくっていうことをやるわけです。つまり問題集っていうのは一つのツールであって、それを使いながら自分が実力が上げれるように、いろんなネットで調べるとかっていう方法を使いながらね、さらに点数を上げる努力をしていかないといけないわけなんですよ。単に過去問だけを解いてね、問題集だけ解いてだけでは実力が上がってきませんので、それプラスアルファ違うネットで調べるってことをやっていくってことをやっていかないと、いつまでたっても点数上がらないんで、ぜひ行っていきましょう。で、最も難しいのは何かっていうと、ここなんですよ。問題文の理解の仕方。これはね、ネットでも載ってないんですよね。なんで、なかなか難しいんですよね。多くの方が問題文が分かっていないっていう方非常に多いんですよ。特に権利関係。まあ、平成28年の試験はね、そんなに難しくなかったんで、問題文が分かんないってことはあんまなかったかもしれないけども、あのレベルが出るっていうのはあまりないんですよね。基本的にやっぱ平成27年とかのやや難しめな問題が出るのは宅建試験なんですよ。なんでそれにちゃんと対応できるようにしておかないと、なかなか難しいんですよね、合格するっていうのは。となってくると問題文の理解の仕方がすごく重要です。ただちょっとこれはですね、個別指導のノウハウになってくるんで、細かくはお伝えできないんですけども、弊社の個別指導ではもうここなんですよ。一番最初にお客さんにお伝えするのはここ、問題文をどうやって理解をしていくのか。逆を言えば、この問題文をちゃんと理解できさえすれば、後の部分ってそんなに難しくないんですよね。むしろ考え方とかもこれも頭にね、覚えちゃったらいいし、弊社の、個別指導であれば、こういったものは解説に書いてあるんですよ。市販のものだったらここですよね。予備校ものもこのぐらいしか書いてないけども、弊社のものはここ、ここ、ここって一緒に書いてあります。
なんでそれほどここでは苦労しないんですよ。でさらにこの問題文の理解の仕方、これも初めにお伝えして一問一問についてやっていただく、まあ、だからこそね、あの3年連続で、合格率が7割以上取れているわけなんです。その大きな理由っていうのはここなんですよ。ここってどの解説にも載ってますよね。でもこれだけじゃ不十分だから、もし独学でやる、もしくは予備校ね通われているって方であれば、予備校でもここって教えてくれないと思うので、これを自分でやっていくってことをぜひ行っていきましょう。結局のところ言うと、これがちゃんとできていれば点数は取れます、合格はできますんで、その部分十分実力上がってきます。なのでぜひですね、これを行っていきましょう。なのでそのためには自分で調べる、でさらに調べた内容を使って考える、この問題文の理解の仕方っていうのは載ってないと思うんで、自分で考えていかないといけないわけですよね。どうやったら問題文理解できるんだろうっていうのを考えていかないといけないんで、ここはちょっと難しいとは思うんですけども、これやんないとなかなかね、合格すべくして合格ってできないんですよね。だからぜひですね、諦めずに、やっていっていただければと思います。